はい、皆さんこんにちは、ちでございます。8じゃないよ、太鼓さんね、やっていきたいと思います。イエーイ、セット。さあ、じゃあね、はい、分離終了で、はい、行きましょう。これもう終わったね。あ、晴れちゃった。じゃあね、縄文爆破で二の丸に行きましょう。強い。で、この後早王しか行けないので火攻めにしときましょうか。で、後ろの人三段落ちね。で、あなたもは、あなた早王しかないんでね、早王で行っときましょう。で、あなた三段落ち行けもね、島さん落ちなかったか。落ちると思ったんだけどね。もうこれ抜けますね、縄文爆破で。あー、だからカズカッチャに、回せないのはちょっとこ、残念だけど。あ、私は千成病だったんで。あ、いいねしちゃった。で、特技で早碁を使えるから早碁を使っちゃおう。落ちないか。落ちた落ちた。しまったと。で、三段落ちね。あ、もうこっちでいいんだ。で、あんたも早碁。あ、ああ、島さんが持ってっちゃうかな。お、持っていかないね。お、脇が来ました。このまま続き戦を続けても三原城が落ちるのはお前は時間のまで来たぞーと、受諾しましょう。よかろうと。私まだごっそり持っていくんですよね。これは仕方がないです。はいと。で、合戦目選びましょう。この上ね、すぐ行っちゃいましょうね。はい、はい、またいつもの通りで、足軽で、はい。だって私騎馬鉄砲いけないもんね。ね、人数にもよるのかな、よくわかんないね。騎馬鉄砲の選ばれる条件がよくわかりません。例えば、あ、情報はまだあれかな。まあまあ、一度情報見てみましょうか。意見聞きましょう。現在兵力の出た守備が圧倒しておりますと。はい。はい、火炎戦闘。で、ほいよと。で、これ火炎戦闘にしたら多分時間かかっちゃうんだよね。情報っていうのはどこで見れるんだろうね。ここかな？いや、無理だね。人物で、あ、軍団で見ればいいのか。攻撃側。おー、見れる見れる。私、牙、あ、牙2つしかないの。この人も牙2つだね。あ、鉄砲3つの牙2つか。やっぱ完全足軽だね、私ね。今度、牙3つの鉄砲4つ。でも慣れない。あ、牙4つの鉄砲3つだったらなれるの？よくわかんないね。はい、行きましょう。じゃあね、多かった。じゃあ4人とも死活してるからか。早碁でとっとと崩しにかかりましょうか。硬いね。縄文爆破で全然でしたから。はい、で特技で早碁。あー、これは落ちきれないかな。左近さんでもね、落ちきれないね。あ、もう来たの。あら、早い。で、私はどうしようかな。あ、そっか、雷神使えるようにしようとしてたのか。そうだね。あ、秀夫さん、鉄砲と牙は全然ダメだもんね。なので足軽でいきましょう。
さあ、うわーこれかで、委任しときましょう、すべてね。はいはいはい、閉じちゃダメです。おお、さすが毛利だね、満タンできてるわ。待機ね。次のターンかな、次のターンで入れるか、これでね、風林火山。あ、白井さん、はいはい、攻撃してこないんだね。おお、あー小早川さんいるわ。ちょっと大丈夫かな。あらららら、毛利さんもいるね。あらららら、あれ兄弟かな。うーん、照本さんだっけ。私はそこまで迫れないんで、ここかな。じゃあやっぱり打っとくか。これどっちから崩すべきだろうね。こっち打っとこっか。切るもんだね。あ、小早川さんから行こっか。うーん、どうしようかな。あ、それか、私まずこっちで落とした方がいいかな。あ、ぽよよんは言わないね。そっち行っちゃう。おお、いいね。じゃあ私ガッツリいっちゃって、あ、そっちいっちゃうのね。なるべく私が接触してるとこ打ってくれると嬉しいんだけどね。ほい、ね、こんな感じでね。もう私が多分矢面に出るんでね、これ集中砲が食らうと思うんでね、こうなっちゃうよね。あれ式上げてんだね、おそらくね。さあどうしよう。風林火山残り4ターンまでいけますね。で接近してこっち打っちゃおうかな。崩して、おお、志麻さん小早川さんに恨みあるのかなっていうぐらい小早川さんばっかり行くね。そうそうそう、そうすると次私も打てるんで、そうね、うん、そうだね。すごい敷き上がったね、今ね。で、これ山になる？山かな？あら？山かどうか分かんなかったっけ？あれ？見れなかった？これ山だよね、多分ね。ブーって言うんだけど。これ山だね。あ、山だ。じゃあ、こっち行って、もう殴っちゃおうかな。うん、あ、ぽよよんって言ったね。うん、落とした落とした、白井さんね。で、ほいほい、オラオラオラと。うん、こんな感じにしたかったんですよね。あ、落とせたね。はい。で、私は、ん？切れちゃった？いや、まだだね。次のターンで切れるんだよね、おそらくね。山にいた方がいいのかな。相手さん山だもんね。うん、山だから山で撃っとくか。あら、何今私撃ったつもりでいたんだけど。あれ、私何もしなかったの。あ、来た。あ、いや私には来ないんだね。おい、おお、私2000切っちゃったね。風林火山残り1ターンあるんだね、十分いけるね。あ、普通にあブーっていっちゃってこうか。あ、誰も降ってくれなかったイエーイ。
もう逃げるね。どうしようかな。追っかけていこっか、一応。はい。あ、しまった。あれするの忘れた。風林火山するの忘れちゃった。あ、逃げちゃったね。さあ。はい、足軽で押していきましょう。はい、軍技。交渉はいらないね。耳もいらないね。意見聞きましょう。戦況は我が方がやや優勢となって、ややどころじゃないと思ってるんですけどね。あれ、まだ大手も抜けてなかったの？あらららら、そうなのね。敵抜いてると思ってました。あ、雪だ。鉄砲使えないんだね、これだったら。あ、そうだ、これなかなかぶち抜けないねって。あー、モグラ攻め。いや、それだったら大事に使いましょうか。まあ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 、火攻めよりは減ってる気がするね。ということはこれ使えないので、強襲で貯めるか。強襲だと1個貯まるんだかな、まあね。あの大気は確か2つ貯まったと思うんですけど、であのあれもね、士気も上がるっていうのがあったと思うんですけど、気は2つたまんなかったかな。これ4人とも死活に来てるんで、あ、死活とか、死活じゃないね。また思い出せなくなっちゃった。硬いな。早号でいっちゃいましょう。もうあっちは秀吉さんに任せて、鉄砲で落とすこと考えましょうねと。黒島さんが思ったよりね、野戦で活躍してくれたので、もうね、落ちないか。さあ、もう一回できるかな。ああ、できないね。できないので、千成病棟に行きましょうか。もう、当分来ないでしょう。援軍はね。早子だね。あ、落ちないの、まだ。そうか。これ、射撃で落ちるんじゃないもん。ね、落ちた、落ちた。で、早子。どんどんお尻から追いつけていきましょう。で、三段ね。これどう行こうかな。いや、私思ってるのね。ああ、でもジョンバカだったら絶対落ちると思うんで。火攻めで、で次もう一度火攻めで落ちるんじゃないのかなと。で、カジカッチャンにちょっと。落ちなかった。影かっちゃんかなと思ったんですけど、で、そうね、早ご落ちたね。よかったよかった。で、あなたは、あなたはちょっと待機し、待機というか強襲しちゃおっか。落ちないのよね、これがね。私は勝ったよ、お手本だね。千成兄弟に入れときましょうか。で、影かっちゃん力攻めで落ちんじゃないのこれ。てか普通で落ちると思うんだけどね、強襲で。で、念のためにね、落ちました。勝ったい大手本だったね。で、もう交渉来ても不思議じゃない感じだけどね。で、早号。で、おや？よいしょ。で、三段落ちね。で、あなた早号ね。
けあなたももう早いでしょ、3段いらないでしょ。あ、うわー、ノブリンが三刀屋城でいいのかな。まあ、ワゲの使者はね、最近よくワゲの使者来ますね。はい、降伏ね。自宅はい、あ、それでも私か。うん、結構皆さん配れたと思ったんだけど、そうでもないね。はい、本家に帰還しましょう。はい、というわけでね、お時間の良くなりましたね。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。